はい、皆さんこんにちは、ワナレルフジです。では今回はボンバークルーっていうね、爆撃機のゲームをやっていきたいと思います。で、まあ、爆撃機のシミュレーションゲームにカテゴライズされているようなんですけども、まあ、ちょっとしたアクション要素もあったりとかするゲームに、なってます。で、ここまでですね、チュートリアルと本当に初期のミッションだけプレイしまして、ミッションの数が結構多くてですね、全部お見せしてると皆さん退屈されてしまうかなと思うんで、まあ、これぞというミッションがあったらですね、プレイの方をちょっとやっていこうかなというふうに思っています。で、まあ、ちょっとね、どんな内容かっていうのは見ていただくのが一番いいかなと思うんですけど、まずリクルートっていうのが乗組員ですね。まあ、今乗組員7人必要なんですけど、7人の乗組員全員雇ってるので、リクルートはもうできない、クルーはないですというのが出てますけども、死人が出たりしたらここでリクルートができますという内容ですね。じゃあ乗組員今どんな人いるのっていうのが、こちらになります。まあ、あの乗組員はこんな感じのポップなキャラクターになってますね。で、左からパイロットで、エンジニア。エンジニアっていうのは、あの敵から攻撃を受けて壊れてしまったりとかしたエンジンとかシステムとかを直してくれるエンジニア。で、ナビゲーターっていうのがマップですね。地図とか行き先とかそういったところをアップデートしてくれる人になります。ナビゲーター。で、通信士。これがですね、まあ、次どうだっていうような指示を出してくれる、まあ、そのままですが、通信士ですね。あと、ガンナーが2人。あとは、爆撃機のゲームだとお話しましたけども、まあ、爆弾を実際に投下してくれる人ですね。こんな感じで、それぞれですね、装備品が変えられたりします。で、今だと全然お金も経験値もないので、このスターターフライトセットっていうのを着てるんですけども、例えば、このボムエイマーセットにすると、右の方に出ている、まあ、ステータスがそれぞれ変わっていきます。一番上が、まあ、いわゆる防御力、アーマーですね。で、その下がスピード。これね、あの、艦内をいろいろ歩き回ったりする必要があるので、その時にスピードですね。で、温度耐性。これもね、高高度になればなるほど寒くなって、体力を奪われてっていうようなことになってしまいます。まあ、酸素も同じですね。で、サバイバル能力っていうのは墜落したり、あるいは不時着した時に、陸上海上での生き残り得る、まあ、可能性になりますね。まあ、なので、それぞれ全ての値が高ければ高いほどいいんですけど、まあ、初期なので、まあ、この程度ということになってます。で、それぞれのカテゴリーで、装備品がありますよ、ということになってますね。で、続いて、肝心の爆撃機なんですけども、これが今僕の持ってる、爆撃機になっていて、まあ、外観も変更できますと。さらに、エンジンもね、アップデートが可能になっていますと。で、ガンタレット、システム、装備。で、装備っていうのは、救急道具だったりとか、まあ、そういったもののね、装備がどれだけ持てるかというのが、この装備になっています。なので、装備スロットが多ければ多いほど、たくさんのね、装備を持ち込めるということになりますね。で、装備の中には今お話した、乗組員が、怪我をしてしまった時の救急道具だったりとか、そういったものが含まれています。で、機体自体のアップデートができます。で、サバイバルのところは、さっき乗組員のところで、まあ、不時着した時とか、墜落した時とかの、まあ、生き残れる可能性、うんぬんっていう話をしたと思うんですけども、まあ、それに対して伝承バトとかがいれば、復帰できる可能性が高まります。という内容です。まあ、簡単に、ゲームのね、雰囲気はこんな感じですっていうのを今お話したんですけども、実際に見てもらうのが一番早いと思いますので、早速今回一つミッションをやっていこうと思います。で、今回やるミッションが、リスクが中。これね、低、中、高ってあって、中リスク。中リスクのミッションはちなみに初めてやります。で、今回のミッションでは、ベルギーにある敵のモーター工場の一つを特定したので、それを爆撃せよという内容ですね。で、これ、イギリス空軍が舞台になっているので、欧州戦線のね、話がメインになっています。で、今回はベルギーにある敵のモーター工場を破壊すると
で、ミッションとしては、敵のエースが出てくる可能性あるよということで、まあおそらく出てくるんでしょう。では、始めていきます。結構ね、シミュレーションっていうかアクション要素も多かったりするんですよね。で、割とというとちょっと失礼かもしれないんですけど、しっかりね、忠実に再現されてたりします。例えば、今から離陸するんですけど、離陸した後、低高度、中高度、高高度、どこに位置しますかと。もちろんね、高高度から爆弾落としても意味がなかったりするんで、低高度に降りてからね、爆撃する必要がありますとか、あとは車輪を上げますとかね、まあ、そういう話です。で、このモードにすると、照準を合わせるモードにすると、そこに何か目標物があればマーキングをすると、あとは自動で、攻撃したり、向かってくれたりします。ただ爆弾を落とすっていう場合には爆弾をね、落とすっていう、まあ、この後ね、実際爆弾を落とす場面もあると思うので、見ていただきますけども、爆弾を落とすっていうコマンドを打つ必要があります。で、このマップのマークが出てきたらね、そっちの方向に向かう必要があるよっていうお知らせなので、まあ、そっちの方に照準を合わせてあげます。こんな感じでね、360度入れますね。で、何かトラブルが起きているようであれば、エンジニアを派遣しましょう。油圧にトラブルが起きますね。なので、エンジニアを派遣して直させます。結構ね、大きい爆撃になってるんですよね、だから。で、敵が出てくるので、その敵の迎撃もしなきゃいけないです。また、マップのマークが出てきたので、マップにマーキングして、右下の方に敵影が見えましたよね。なので、この敵影もマーキングして、しっかり迎撃してもらいましょう。結構ね、危険なんですよ、敵。こんな感じですね、簡単。このね、ターゲットマークが出てきたら、そこに爆撃する必要があるというマーキングになります。で、爆撃手を、投下台のところに出してエンジニアを代わりに武装のところに移動できましょう。で、爆撃手のね、ところに移るとこんな感じになります。まずはボムベイを上げて爆弾をセットして投下の準備に入ると。で、ちょうど真下に来たら爆弾を投下していきます。エースが出てくるという話っぽいので、敵のエースを撃破していきましょう。で、弾切れになったら、しっかり弾を補充してあげます。結構ね、敵が多いな。これ敵のエースだ。敵のエースを撃墜すればいいのかな。しっかり、弾を補充してあげましょう。しておきたい。敵のエースとやら、ガハ、これまた玉切れか。で、何か問題が起きてるね。どこから直す？こっからだ。死んで、ね、という感じでね。ちょっとここ
基地に逃げ帰りましょう。撃墜される前に。忙しいね。ちょっとマップを確認する？こっちだな。帰りましょう。このままだと危険だ。で、帰るときはこのね、飛行場のマークのところをマーキングしてあげれば帰れます。こんな感じですね。今回ちょっと敵のエースを捕まえることはできませんでしたけど、なんとか持ってくれればいいな。あのエンジニアがパーカーちゃんが死んじゃうものだと。パーカーが死んだ。助けてあげればよかった。というわけで、ちょっと敵のエースは撃墜できませんでしたが、まあ、こんな感じのゲームに仕上がってます。取り逃したね、敵のエース。賞金がかかってるね、敵のエースに関しては。で、まあ、忙しかったと思うんですけど、スロータイムといって、まあ、時間の進みを遅くすることもできますと。まあ、それをしなかったので、まあ、ボーナスがちょっともらえてますね。死人を出してしまった。が、5人が帰還ですね。うん、6人が帰還ですね。で、クリアしたので、いろんなものがアンロックされて、お金と経験値が入っています。という感じになりましたね。で、まあ、せっかくなんで人が死んでしまったので、リクルートのところ、さっきお見せできなかったので、リクルートのところを見ておくと、さっき死んだエンジニアの代わりに、新しいエンジニアを雇えますと。で、それぞれね、こんな感じで、能力もちゃんと見れます、事前に。あ、こいつ強いな。こいつにしよう。スキンヘッドの親父、オスカーさん。オスカー・ウィルソン。新しいエンジニアとして雇いましょう。で、雇ったこのオスカーさんに服を着せてあげます。という話ですね。一人だけ、なんか、一般服みたいなのやってきたんで、このオスカーさんに、スターターフライトセット、フライトセット、フライトセットの方がいいよな、これ見るとね。ただ、動きがとろくなるんだよな、この、スターターフライトセットと、このフライトセットを比べたときって、足の遅さが全然違いますね。まあでもここは、どうなんだろうね。アーマーレベルが上がるっていうだけでも、十分スターターフライトセットで、いいだろう。とりあえずスターターフライトセットだ、お前らには。そして航空機のアップデートですね。こっちの方が重要だと思うんですよ。なので航空機、エンジンとかね、上げていきましょうよ。走行エンジン、走行エンジン2。走行エンジンだと、こっちの方がいいよね。耐久性が高くなるっていう話なので、ちょっと一個ずつ見てくる？走行エンジンにするのは、まあ、確定要素としてもだ。で、ガンタレットは？20ミリの大砲。これ欲しいなぁ。あとは、この、テイルタレットマーク2。これ、1秒ごとのダメージが33増えるのでかいな。装填数同じ900ですよね。こっちにしよう。先に。うわ、だいぶ金が減った。
あとは気圧システムとか無理だわ。装備も無理。機体も走行ボディにしたいけど金。あ、走行ボディいけるね。走行ボディにするぞ。そしたらエンジンに戻って走行エンジン。うわ、走行エンジンが使えなくなっている。標準エンジンのマーク2か。まあ、頑丈になってるっていうだけでもこっちにしとく。この先ね、より厳しい戦いが続くと思う。まあ、こんな感じですね。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と、ツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。